毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よはですね、やっぱりカレーは金曜日だよねさんに行ってまいりました。こちらのお店は市ヶ谷駅から歩いてちょっとしたところにありますカレー屋さんで、やっぱりカレーは金曜日だよねっていうのが、お店の名前なんですけども、こちらのお店なんと海上自衛隊で出されているカレーを、ほぼそのままのレシピで出しているお店でございます。国防省にもしっかりと許可を取りまして、ちゃんとレシピもそのまま再現しているということで、戦艦の器で出てくるカレーもあったりだとか、他にもいろんなねメニューがあるといったそんなカレー屋さんでございます。本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン、やっぱりカレーは金曜日だよねさんは食券制となっております。実際に出されている船の名前が記載されていたり、戦艦の器で食べれるカレーなどもあり、説明の方もしっかりございます。その他オリジナルの唐揚げメニューもあり、本日は十和田カレーをチョイス。店内の方は青色に統一され、海をモチーフとした店内、おしゃれな海の絵やクジラの置物、戦艦の置物があったり、テーブルの方は広々取られており、海事にまつわる雑誌なども様々置かれておりました。セットについてくる先にスープが出てくるので、そちらを飲みながら待ちます。こちらが本日チョイスした十和田のビーフカレー。具材のゴロゴロ感が目で見てわかる仕様となっており、ライスの方もボリューム満点、唐揚げの方もついてくるセットでデザートまであり。それでは本日もいただきます。まずはそのカレーのルーの方から。一口食べるとフルーティーながらもスパイシーで、本日もうまし。もちろんお米との相性も抜群で、少々サラサラ感のあるカレーは桃缶を使っているとのことなので、甘みもあり、嬉しいゴロゴロ感満点の野菜たちやビーフ、そしてサラダの方までついているので野菜不足にもぴったり。そしてこちらの唐揚げの方は食べてみると、中からジューシーさが溢れ出る美味しいやつ。甘みだけでなく後からしっかりスパイシーさも来るので、カレー好きの方にもおすすめのカレー。カレー好き、海上自衛隊好きにはたまらない一店舗、やっぱりカレーは金曜日だよねさん。本日も満腹ごちそうさまでした。やっぱり金曜日だよね。まあ、由来としましては海上自衛隊だったりだとかの方々は海の上でね、曜日感覚がなくなるんで、金曜日はカレーって決まってて、曜日感覚を取り戻すみたいな。なんでそれが広まってカレーは金曜日になるっていうのがあるんですけども、まあそちらの方がコンセプトとなってるお店でございまして、店内の方もかなり海上自衛隊の方をイメージした海をモチーフとした感じの、お店の作りとなってまして、本だったりだとか、海の絵だったりだとか、全面青色で、かなり雰囲気のあるそんなお店でございました。もうカレーの方もね、ビーフカレー今回いただいたんですけども、しっかりと桃缶を使ってるということで、かなりフルーティーな味わいが先走るんですけども、後からスパイシーだったりちょっとした辛さも結構来るんで、もっとザ・ジャパニーズカレーをイメージしてたんですけども、かなりしっかりと美味しさだったり甘みだったりとかのコントラストもある楽しいカレーで、ゴロゴロとビーフも入ってたんで食べ応え十分のカレーでございました。唐揚げの方もおすすめしてるんですけども、こちらのお店は唐揚げもなかなかね、美味しい唐揚げでジューシーでしたし、味付けもすごい独特の美味しいやつだったんで、ぜひね唐揚げの方も食べてみてください。その他にもメニューも結構豊富にありまして、コスパのね良さそうなカレーだったりだとか、女性の方一人で来られてたりだとか、海上自衛隊の方が好きだっていう方がねかなり来られてたりだとか、たまには違う雰囲気でカレー食べたいだとか、ちょっとそういうの興味ある方ぜひ一度行ってみてください。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。